英検一級の語彙問題に挑戦してもらおうかなと。Intercessor、はい、お、これはむずい単語ですか。これね、ハブックビズになるんだ。よくちょっとわからん。結構スリルあるんだ。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回は菊池さんにおいでいただきました。ありがとうございます。今日また何やるかも全く。I don't have the foggiest idea。そんな状況なんですが、菊池さんといえば、まあ、トイック満点、93回、まあ、タイムを何たって毎回読んでる、うん、恐ろしい単語力の持ち主だということで。恐ろしくはもうなんともないですけどね。ツイッターに書いてあって、知らなかった単語これとこれっつって、タイム読んで2個しかないんかいみたいな、ね。今週は調子良かったんですね。ちょっと変な単語を覚えましたけども、うんね。すっごい変な単語だと思ってたら、女の人はみんな知ってた。すっごい学校に昔エパレーションの言葉があってすっごい苦労して覚えたんですよ、うん、脱毛すると何回も忘れて何回も覚えてやっと自分のものになったなと思った頃に山手線に乗ったらローラさんのエピの線ですっげえ打ちのめされたことだったけどあれに近いですね。今回じゃあそんな岸さんにですね英検一級の語彙問題に挑戦してもらおうかなと。はい、英検一級の語彙問題あんなの使うのかよと思ってる人いますけど、うん、岸さんはちゃんと出会ってるぞと読んでっていうのはですね、うん、分かるといいかなと思ってですね。デタパンのアプリはご存知ですか。知りません。アプリって使えないので。あ、そう。生まれて初めて使ったアプリが QR コードの読み取りのやつを使ってそうしないとワクチンの接種申し込みができなかったのでね。なるほど、うん、一生で1回だけです。ダウンロードしなくてもカメラについてますその機能。そうなんです。そういうことは初めに言ってください。じゃあデタパンなんですけど、まあ、いわゆる英検級の語彙問題、まあ、難しい語彙があるんですけどあれをどん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 ストックしてってくれてるアプリなので、はいはいはい、どんどん単語が追加されていく、はいはい、新たに出題されたら増えていくっていうアプリなので、はい、単語帳よりもいっぱい出てる、はい、すごい昔から90年代ぐらいからあるので、単語がなんでちょっと岸さんにテストやってもらおうかなと思って、はいはい、テスト S4 やってみますか。じゃあどうなのかは全く分かんないですが、うん、Shroud Mercenary、はいはいはい、Intercessor。 お、これはむずい単語ですか。わからん、これかな。 Brood。 お、これは、ね、Unitary。 これもわからんな。お、まあ、推測するとそうですね。 Convertible。 Autocratic。 めっちゃ簡単なのと難しいのと書いてあるんですけどね。時間が、時間が。Polish up。 Pipe down。 Puzzle over。 Repulsion。 Ah, repulsion。 Calumny。 はいはいはい。 Approval。 とにかく優しいな、これは。 Vibratory。 Empirical。 まあ、これは。 Acidic。 これも簡単ですね。 Hand in。 これはもうトイックにも。Wash up。 Bend over backwards。 わざわざ。 The opposition party。 Exertion。 ちょっとトイックに似てるその簡単なと難しいの代わり番号に出てくるからわけわかんなくなる。 Fall short。 おー、全問正解って感じですね。はい、インターセッサーが出てる。はい、うん、インターセッサー、仲介者、まあ、間にセスだから入っていくだから、うん、まあユニットもそのユニタリーもまあユニットなんでね、うんうんうん、推測できる、うん、インターセッサー、インターセッサー、プロセッサー、プロセッサー、1482年に初めて使われた単語だそうです。インターシードっていう単語があるんですね。それは聞いたことある、うん、シード系の言葉も山ほどありますよね。シーディとシーディ、そうですね。これシード、サクシード、プロシード、コンシード、そういうのいっぱい出せって言われるとなかなか出てこない。そこは面白かったですね、うん、結構スリルあった。はい、イディオムっていうのがありますね。ちょっとイディオムテストって面白そうだな。はい、行きましょう。 Give one's body and soul to。 長っ。 On staff of。 Neck and neck。 お、ヘッコンネック出てきた。 Do one share。 Black sheep。 あ、はいはいはい、 Black sheep ね。 On short notice。 これトイックも出ますね。 On short notice。 Come off with flying colors。 Fall flat。 これ使いますね。 11th hour。ほう。Get the hang of。 A lost cause。 Cover a lot of ground。 On the right track。 これよく使いますね。 Get up on the wrong side of the bed。 長い。
はい、ちょっと自信ね。あ、これ使います。わー、やっぱり全問正解しますね。こんなのイディオムの中に入らない、直訳すれば体と魂を捧げるだから。あー、そうだ。イレブンタワーとかはちょっと懐かしかったかな、うん、久しぶりに見た。なんで11時なんだろう。うん、テイクダティサードも歯を抜くですから、これ多分見たことなかった。あ、ゲラゴンダムバングタルダベ、これはですね、うん、何回か見たことありますね僕は、うん、なんだ、本で見たのか、もしかしたらそのイディオム集とかそういうもので見たのか。ちょっとやっぱり範囲があって、タイムエコノミスト、ニューヨークタイムズのラインから上か下に外れちゃうとちょっと弱くなっちゃう。なるほど、うん、実際パスタンとかやってても、うん、イディオムのところとか熟語のところ、こんなの幼稚園児でも知ってるわっていうのと、うん、いやいやめちゃめちゃフォーマルな表現っていうのがこう並んで出てくるんで、こんな仕事してるくせにパスタンとかキクタンとかが何の種類かっていうのも知らなかったの。なるほど、ね、なこれ面白いですね。いろんなテストできますね。やっぱり単語帳とか見ながらやってる楽しいですね。ピュッピュッピュッっていうのね。そうね、やっぱもうこの勝負してる感もありますから。じゃあちょっともう一個イディオムやってみますか。ハッポテイロ。ハッポテイロ出た。ビーナクワンドリー。あ、クワンドリーね、はいはい。ホワイトエレファント。At the pinnacle of. In observance of. At the crack of dawn. Sales pitch. これよく使いますね。 Teeter on the brink of. High teeter. Hot air. Hot air. Make a dent. Teeter on the edge of. あれさっきやったぞ。 To the detriment of. さっき違う。違う。Toy with the idea of doing. Ah, toy with me. Let alone. Come on. Add-ons. Ah, これも難関題で出てきますね。そうなんだ。さあ、全然間違えない。そうなんだ。ピナコとかね、新しく追加されてってるんで、だから機械音声入ってましたもんね。だまだ音声録音してない AI の音声が、うん、オブザーバンスとオブザベーションと時々分かんなくなってる。あ、はいはい、オブザーバンスの方が従う側ですね、うんうんうん、オブザベーションが観察か観察か、うん、OK、うん、あ、ダーンは出るんですけど、うん、まあ入試であったクラックオブダーンは出てこない。セールスピッチはよく日常ですから、ね、エアとかは多分英検でしか出ないのかな、うん、トークと入試じゃないですね。トークとフルではちょっと、うんうん、そういう意味では英検って面白いテストですよね。結構会話的なものも、うん、ティーラーとかもそうですね、うん、ティーラーオンデエッジとか、うん、これも英検かな、うん、みたいなのは、うん、デトリメントはまあデトリメントは健康などって入れる必要あるかな、うん、もっと一般的に害を与える可能性があってみたいな、デトリメントエフェクトみたいな、ね、ハームフルのちょっと難しいような感じだから、メラローンなんかは使いますか、うん、普通にもこれだって大学入試、大学入試っていうか下手したら高校入試ぐらいでも出てくるアドオーズウィズとかは、うん、はい、これなんか大学入試で出てきますか。そうなんだ、ね、やはり倒れない英検一級ごときじゃ倒れないということで、まだまだいきましょう。ちょっとじゃあ診断テストに、うん、Liquidate Deterrent Viable、うん、これトイック出たこと、うん、Wreak havoc with、おお、これね、 Wreak havoc with になるんだ。 Abate Impeccably Erratically Have had it up to here。 おお、イディオム出た。 Off the hook。 これは重要イディオムですね、うん、Relegate。 この間やった。 Embezzle。結構よく、あ、今間違ったかな、間違ったような気がする。もっと慎重にやればよかった。グラッド。ラポール。懐かしいな。インディジネス。これは受験でも。アヴェース。はいはい、うん、こっちか。ストライクアップ。カムインフォー。インボディ。パーテューブ。はいはいはい。ストレイン。うん、これか。Dissolution。 そっちの意味。これはまあ。Cumbersome。 あはは。 Infatuated。 ほいほい。 Fixture。 Benevolence。 間違ったと思ったのは何だったろう。 Averse ね、はい、あった。 Averse 方向ですね、うん、
アボリジョンとかに出てるとすごい嫌悪って一発出てる、はい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 、ラポーを、あ、そうね、もうこれも英検かな勉強したのは、うん、あと英単語検定1級も僕勉強したんで、その辺でもそういうのもある、エンバディとかはこれも言語学で使う表現なんで、うん、エンバディメントとかっていうのは、うんうん、バディの中に入れてたから何も悩む人もね、うん、パルターブとかね、はいはい、うん、ディスターブとかさ、そういうターブ系ですね、うん、はい、ストレインの意味がこっちで来たんだなっていう、うんうん、引っ張る、そう、厳しい系というか、こういう深川のやつじゃなくてこっちで来る、うん、ウイルスの話が出てたからね、カンバーさんね、はいはい、はい、カンバーね、うんうん、うざいやつですね、インカンバントとかです、ああ、インファチュエイルね、うん、そうそう、これもちょっとインファチュエイション、これ名詞の方が多いような気がする、うん、でね、そう、まあ、ベネがついてるので、うんうん、ベネフィットとかで覚えやすい、うん、まあ、ディターメント重要ですね、リカーボックウェッリカーボックウィズだったかな、このウィズが、はい、このウィズかっこ空欄になってて、はいはい、オンかウィズかどっちか選べとかって言われたら多分できないと思う、おお、なるほど、リカーボックオン、うん、or in with ってウィズもインも載ってるいいですね、このいつまで経っても新しい学びがイディオムとまた戦ってみましょう、じゃあ、はい、Loose ends. On the level. On the spot. これ簡単です。Over the hill. Take with a grain of salt. Out of one's element. Up for grabs. The other way around. これは簡単です。High and low. Be not born yesterday. Without recourse to.これ分からん、A figment of one's imagination. Give the cold shoulder. A long shot. これは間違ったでしょ。どこを間違った？最後です。A long shot. もう押し間違ったかね、もしかして。A long shot. 映像を確認しない。無難な注文をしてます。全然ちゃうやん。これ僕やるんですよ、トーイックでもね。A と思ってて B につけるとかね。押し間違いはするという。押し間違い書き間違いは。まあ僕もよくトーイックね、本当マークミスするんで。いや、どうでしたか、やってみて。やっぱ楽しいですね。こういうのってこのですね、出題情報まで見れるんですよ、こうやって。何年なるほど1級で出題2回とかですね、何年に出たとかっていうのを見れたりとか、よく英検の人たちってこういう手の内全部晒しといて、毎回毎回すごいって、英検の問題のレベルっていうのは、うん、誰が作ってんだろうと辞書もついてるんで、こうやって辞書で引いたりすることもできますね、これ物書き堂、まあ、僕物書き堂入ってるんで飛ぶこともできますし、 Google イメージとか語源で調べるとか、英次郎で調べるとか、オンラインディクショナリー、ここに持ってるものは何だかさっぱり分からない確かにだから物書き堂を押せばホテルやるって飛んでくれるんですよ。物書きって何ですか。物書き堂って辞書アプリです、これも。だから、はい、という感じですね、さまざまなことができますので、ぜひやってみてください、うん、はい、楽しいです、はい、ダウンロードできますので、うん、ぜひやってみてください、うん、全然できない人でも楽しいと思います、うん、できない人の方が楽しいかもしれない、そういうことで、はい、菊池さんは単語熟語間違えはするかって知ってるけど間違え終わってしまえば1個間違ったのが腹のムカつくはい、ということでした、しかもロングショットだね、アホでも知ってるやんけということでした、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、Thank you for watching